熊本大学薬学部附属薬用資源エコフロンティアセンターは熊本大学薬学部が管理運営する薬用植物園である。1926年、管理津熊本薬学専門学校が薬草園用地として敷地を取得した。翌1927年に開園。旧細川藩の薬園で廃藩地検に伴い廃園となった。 シゲルシゲル園から旧世大後高等学校に寄贈された木源寺、天台予約、三種湯、三座し、人参木などが移植された。薬草園就任の教授、助教授により栽培品種が充実し、1931年の昭和天皇行行を機に、園の整備が図られた。その後、第二次世界大戦により、手入れが行き届かなくなり、戦災被害も受けた。 復興途上の1953年、西日本水害で、総本類を中心に壊滅的な被害を受ける。1974年4月、熊本大学薬学部の付属研究施設として、薬用植物園が発足した。1983年には、日本植物園協会に加入、2006年より、同協会の植物多様性保全拠点園に認定された。 2010年には、薬用手芸エコフロンティアセンターに改称した、熊本大学大江キャンパス内にあり、熊本市電味噌天神前停留場より、徒歩3分。JR 宝碑本線新水前寺駅からは、徒歩10分ほど。熊本市中心街からは、徒歩20分ほどの位置にあり、キャンパス全体を薬草パークとして整備し地域に開放する構想がある。 植物園面積は7000平方メートル。栽培品種は園芸品種を含め約1300種。特筆される収集植物としては、熊本県阿蘇を中心とした九州から四国にかけての薬用植物やヒマラヤの有用植物などがある。1962年には本園の助手によりアイラトビカズラの種が確定した。ありがとうございます。